皆さんこんにちは。今回の動画では日本の男子プロゴルフ界が直面している重大な問題に焦点を当ててみたいと思います。ゴルフというスポーツは技術のみならず選手の人間性や態度が大きく関わる競技です。特にプロゴルファーの振る舞いはファンの心をつかむ要素として非常に重要です。かつて男子プロゴルフは日曜日の午後を彩る華やかなスポーツとして多くの人々に愛されていました。しかし現在ではその輝きをやや失ってしまったようです。この変化の背景には何があるのでしょうか。女子ツアーが黄金世代の若手プロにより盛り上がる一方で男子プロゴルフの人気が低迷している現状には様々な要因が考えられます。この記事ではそんな男子プロゴルフ界の衰退の理由の一端を選手たちの態度に求めてみたいと思います。なぜかというとプロゴルファーの一部に見られる高圧的でファンをないがしろにするような態度がギャラリーやファン離れの原因となっているのではないかという指摘があるからです。この問題を深く掘り下げるために具体的な事例を挙げながら日本の男子プロゴルフ界が直面している課題とその解決策について考察していきます。プロゴルファーの行動一つ一つがスポーツ界全体に与える影響は計り知れないものがあります。彼らの行動がファンの心をどのように動かしているのか、その真実に迫っていきましょう。私たちが愛してやまないゴルフの世界におけるある深刻な問題についてお話ししましょう。それは日本の男子プロゴルフ界の人気低迷です。かつては多くのファンに愛され週末の楽しみの一つとして根付いていた男子ゴルフですが、近年はその熱が冷めつつあるように感じられます。ではその原因は何なのでしょうか。まずスポーツとしてのゴルフの変化に目を向けなければなりません。ゴルフは単に選手の技術だけでなくその振る舞いや人間性も重要な要素としてファンに受け止められています。特にプロゴルファーとしての品格やファンへの接し方はその人気を左右する大きな要因です。過去には華やかなプレイヤーや魅力的な人物像が多くのファンを引きつけていましたが、最近ではそのような人物が減少しているように思えます。次に女子プロゴルフの躍進も見逃せません。女子プロゴルフ界では黄金世代と呼ばれる若手選手たちが活躍し新しい風を吹き込んでいます。彼女たちの明るく前向きな姿勢は多くのファンを魅了し、テレビ放送やメディアでも大きく取り上げられています。一方で男子プロゴルフは新たなスター選手の登場が少なく、比較的地味な印象を受けることも少なくありません。また男子プロゴルファーの一部に見られる高圧的な態度も問題として指摘されています。ファンとの交流を大切にする姿勢が見られず、握手を求められても無視する、サインを拒否する、ギャラリーに対して無関心などの行動が目立っています。これらの態度はファン離れを招く大きな要因となっており、プロゴルファーとしての品位を疑われることもあります。さらに試合数の減少やスポンサーの撤退も男子プロゴルフの低迷を招いている要因の一つです。試合の機会が減少すると選手たちの露出も減り、ファンの関心も薄れがちになります。またスポンサーの支援がなければ大規模なイベントの開催や選手のサポートも難しくなり、結果としてスポーツ全体の魅力が低下してしまうのです。このように日本の男子プロゴルフ界の人気低迷には複数の要因が絡み合っています。選手個々の態度や行動、女子プロゴルフの躍進、試合機会の減少など様々な問題が重なっているのです。これらの問題に一つ一つ向き合い解決策を見出すことが今後の男子プロゴルフ界の発展には不可欠です。ここからは日本の男子プロゴルフ界における深刻な問題の一つである選手たちの高圧的な態度について詳しく掘り下げてみたいと思います。ゴルフは単なるスポーツ以上のものであり、選手一人一人の人格や振る舞いがこの美しいゲームの魅力を大きく左右します。しかし残念ながら一部の男子プロゴルファーによる高圧的な態度がファンやギャラリーの心を遠ざけ、スポーツ全体のイメージを損なっているのが現状です。具体的な例を挙げると、ファンとの接触を避ける、サインを拒否する、ギャラリーへの無関心などが見られます。例えば一部の選手はファンからの握手の申し出を無視したり、
子供たちのサインのリクエストに応じなかったりすることがあります。また試合中にはギャラリーからの声援にも反応せず、自己中心的なプレーに徹しているように見える選手も少なくありません。これらの行動はファンとの間に深い溝を生んでしまうのです。さらに問題なのは、こうした高圧的な態度が若手選手にも悪影響を与えていることです。ベテラン選手の振る舞いは若手選手にとっての模範となるべきですが、残念ながらそのような状況は現在の日本男子プロゴルフ界にはあまり見られません。ファンサービスの欠如や高圧的な態度が普通であるかのように受け止められてしまっているのです。また選手たちのこのような行動はメディアを通じて広く伝わり、ゴルフ界全体のイメージに影響を及ぼしています。ファンの中には選手たちの高圧的な態度に失望し、ゴルフに対する情熱を失う方もいます。このような状況はプロゴルフのファン層の拡大、特に若い世代へのアプローチにも悪影響を及ぼしているのです。プロゴルファーとしての態度は単にプレーの中でのものだけでなく、公の場での振る舞いも含まれます。ファンやギャラリー、さらには若手選手たちへの模範となるような行動が求められています。プロゴルファーはその技術や成績だけでなく、その人間性によっても評価されるべきです。彼らの一挙手一投足はゴルフというスポーツの未来に大きな影響を与えるのです。この問題に対処するためには、まず選手自身が自らの行動を見つめ直し、ファンやギャラリーに対する敬意を持つことが必要です。またゴルフ団体や関連機関はプロゴルファーに対してファンサービスの重要性を啓蒙し、適切な振る舞いを促す役割を果たすべきです。プロゴルファーの振る舞いが改善されれば、ファンとの関係も再構築され、日本の男子プロゴルフ界全体のイメージアップにつながるでしょう。次に池田勇太プロを例に挙げ、具体的な問題行動とその影響について詳しく見ていきましょう。ゴルフは紳士のスポーツとして知られていますが、残念ながらそのイメージに反する行動が一部のトッププレーヤーから見られることがあります。その代表的な例が池田勇太プロです。池田プロは実力派として知られる一方で、たびたび物議を醸す行動で話題となっています。特に記憶に新しいのは2017年の日本オープンでの出来事です。この大会で彼は競技後のメディア対応で手袋を投げ捨てるなど非常に感情的な行動をとりました。また同大会での他の選手やギャラリーに対する無礼な態度も多くの視聴者やファンから批判を受けました。池田プロの行動はただ個人の問題にとどまらず、日本の男子プロゴルフ界全体のイメージに影響を与えます。特に若いゴルフファンやこれからゴルフを始めようとしている人々にとって、彼のようなプロゴルファーの行動はゴルフに対する興味や情熱を失わせる原因となりえます。また彼の行動はメディアによって大きく取り上げられることが多いため、彼の行動がゴルフ界の普通であるかのような誤った印象を与えかねません。このような状況は特に若手選手たちにとっても悪影響を及ぼします。彼らはベテラン選手の行動を見て学ぶため、池田プロのような選手の行動が模範となってしまうと、将来的にもゴルフ界の品格が損なわれる可能性があります。池田プロの行動が示すのはプロゴルファーとしての技術だけではなく、人としての成熟さやファンやギャラリーへの敬意もプロゴルファーには不可欠であるということです。さらにこのような行動はスポンサーやイベント主催者にとっても大きな懸念材料です。スポンサー企業は自社のイメージを高めるためにプロゴルファーをサポートしていますが、不適切な行動をとる選手がいると、そのスポンサー企業のイメージにも悪影響を及ぼす可能性があります。これは賞金やテレビ放映権などプロゴルフ界を支える重要な収入源に影響を与えることにもなりかねません。最終的にはプロゴルファー一人一人が自分の行動がファンやギャラリー、そしてゴルフ界全体に与える影響を深く理解し、責任ある行動をとることが求められます。またゴルフ団体や関連機関も選手の行動指導や教育に力を入れることで、ゴルフ界全体の品格を高める努力が必要です。ここからは他のプロゴルファーの振る舞いを見て、それが日本の男子プロゴルフ界にどのような影響を及ぼしているか、
また今後どのような方向性を目指すべきかについて考察してみましょう。日本の男子プロゴルフ界には池田プロのように時折問題を起こす選手もいますが、同時に多くの紳士的なプレイヤーも存在します。彼らは技術の高さだけでなく、ファンやギャラリーへの敬意、社会への貢献などプロゴルファーとしての品格を示しています。例えば松山修樹里プロや石川遼プロなどは、その優れたプレーはもちろん、ファンサービスにおいても高い評価を受けています。彼らのようなプロゴルファーは若手選手にとっての良い手本であり、ファンにとってもゴルフ界の魅力を高める存在です。一方でゴルフ界においては技術だけでなく振る舞いも重要です。選手の行動はギャラリーとの関係、スポンサー企業とのパートナーシップ、さらにはゴルフの普及といった広い範囲に影響を与えます。そのためプロゴルファーは自らの行動がファンやゴルフ界全体に与える影響を意識し、常に高い品格を保つことが求められます。いかがだったでしょうか。日本男子プロゴルフ界の今後の方向性としては、まずプロゴルファー自身が自己の振る舞いを見つめ直すことが必要です。ファンやギャラリー、そしてゴルフ界全体に対する敬意と感謝の心を持ち続けることが重要でしょう。また若手選手の育成においても、技術だけでなくスポーツマンシップやプロゴルファーとしての行動規範を教えることが重要です。さらにゴルフ団体や関連機関は、選手の品格向上のためのプログラムやセミナーを積極的に開催し、継続的な教育と指導を行うべきです。またファンとの交流イベントやギャラリーとのコミュニケーションの場を増やすことで、選手とファンの間の絆を深めることも大切です。最終的にはプロゴルファーの品格向上が日本の男子プロゴルフ界のさらなる発展とファン層の拡大につながるでしょう。紳士のスポーツとしてのゴルフの魅力を高め、世代を超えて多くの人々に愛されるスポーツとしての地位を維持発展させることが、日本男子プロゴルフ界の今後の大きな課題であり目標です。プロゴルファー一人一人がその重要性を理解し、日々の行動に反映させることが求められています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。